い。皆さんこんにちは、マダルルフィです。では今回、帝国の決断法、パプキと、棒の岬沖海戦、リベンジ、ヤマト特攻ですね。試行錯誤回も何回目だという話なんですが、やっていきたいと思います。で、ここまでですね、まあ、基本戦略は、接近する米機動部隊、これに艦隊決戦を挑んで、第一に米機動部隊を撃破。第2に沖縄の奪還ということを考えていたんですけども、これはね、やっぱりどうしても厳しい。なので、今回は作戦を変えます。第1に敵の航空基地沖縄の奪還。第2に敵の機動部隊にできるだけ多くダメージを与えるとします。なので、投入する艦隊をまず確認していきましょう。まず第1艦隊、これは必須で、投入しなく、ごめんなさい、必須で投入しなくてはいけない艦隊ですね。続いて、第3艦隊、これも投入します。従順の火力はね、敵航空基地の攻撃にとても重要な役割を果たすので、投入します。で、最後に、第4艦隊、戦艦春名、航空戦艦日向伊勢、さらに正規空母2隻、天城葛城を要する第4艦隊。まあ、ここまで同じじゃないかと。おいおい、お前、同じだろうというご指摘あると思うんですが、こっからですね、艦隊の配置を変えていきます。まず、第1艦隊。これをマップ中央で第3、第4をマップの左側に投入します。今までだとマップの右側から侵入させてたんですが、これをマップの左側に変えて沖縄の基地にまずはいきなり攻撃を仕掛けに行きます。では時間を進めていきましょう。で、海域に、まあ、突入するタイミングなんですけども、まずは今回夜明けに突入しようと思っています。で、もしうまくいかなければ、日没とともに、まあ、投入するという感じに変えていこうかなと思ってますので、まずはね、ちょっと夜明けとともに出撃をしていきましょう。で、まず何をするかというと、索敵を飛ばしていきます。ちょっとね、届かないかなと思うんですけど、索敵を飛ばします。第2、第3艦隊からも索敵を飛ばします。で、まずですね、母艦を離脱させましょう。空母ですね。これは今までと何ら変わらない。母艦をまずは離脱。まあ、どうしても母艦がね、活躍する場というのはまだまだ先になるんで。で、その上で、突入の準備を整えます。ただし、最初はね、まあ、日中の時間に出撃するというのもあって、このまま突入をしても、まあ、まず勝ち目がないので、画面の左上で待機させます。第一艦隊も待機。では、これで時間を進めます。まず敵にね、発見されないことが重要なんで。このまま時を稼ぎましょう。矢作だけちょっと先行させましょうか。絶対に敵艦隊にね、発見されたくないので、敵の空洞部隊に絶対に発見されたくない。さあ、これで夜になりますので、このタイミングで全艦隊突撃していきます。ちょっと遅かったかな。もうちょっと早いタイミングで突撃させてもよかったかもしれない。まあ、ここはもうしょうがないですね。全艦隊突入です。で、第一艦隊だけは、画面の右側で陽動に入ります。で、この間にですね、戦艦ヤマトも突入。で、空母は夜明けとともに出撃ができるように、この後ですね、マップの左
下方面へと移動をしていきます。では時間を進めます。もうちょっと早く動かしておくべきだったかもしれない。結局日没に出撃するのと何ら変わらないじゃないかっていう展開にちょっとなってしまいつつありますけども、ここはできるだけ敵の基地からね、艦隊を引き離したいので、第一艦隊水雷戦隊を画面の右側へと誘導していきましょう。雨欲しいな。このタイミングで雨欲しいな。雨欲しいですね。神風が吹いて欲しいな。第一艦隊はじゃあここから南下していきます。了解。さあまだ雨は降らない。いつ雨が降る。もうだいぶ敵のね、基地近くまでやってきてしまってるので、敵艦発見してる。さあ困ったことになったぞ。思ったより敵の位置が基地に近い。急いで水雷戦隊を向かわせましょう。で第2艦隊は早速攻撃に入ります。いやー思ったより近いし敵の爆撃機も飛んでる。早いな。全然早いぞ思ったより。いやー爆撃機がガンガン飛んでるな。雨よ降ってくれ。今雨が降らずしていつ雨よ降る。必死に操船してかわしていくしかないですからね。ちょっと待ってくださいね。ここで敵の艦隊に味方の水雷戦隊が接近しつつあるね。よし水雷戦を挑んでいこう。で第2艦隊の方はというとひたすら攻撃を仕掛けていくしかないので攻撃を仕掛けますと。ヤマトは最大戦速に切り替えましょう。で、第3艦隊も最大戦速になっているのでこのまま南下をします。で第1艦隊の水雷戦隊の方に戻しましょう。時間を止めます。第2艦隊が一部ちょっとダメージを受けたものが出てきちゃってるな、まあ、これはしょうがないね、一旦ここで消灯します。魚雷を確かに打ち込んでいかなきゃいけないので魚雷をね、戦艦大破、戦艦春名が大破か。戦艦春名が爆撃を受けてるんだな。これはしょうがないな。一刻も早く敵基地に攻撃を仕掛けられるレンチにまで入りましょう。
さあ、魚雷が敵の、空母に向けて撃たれているので、このまま敵の空母を一隻でも多く沈めておきたい。ちょっと魚雷が不発に終わってるな。第3艦隊は、春菜がなんとか持ちこたえてくれればいいんだけど。いやー、なかなか厳しいな。逃げている。こらえてくれ。魚雷のね、命中精度がもうちょっと上がってきてくれるといいんだけどね。ここまでちょっと魚雷が不発に終わってる感じがあるな。さあ、ここで夜明けになりますね。確認します。夜明けまであと16秒。思ったより敵の航空基地減らせてない。雨も降らず。なかなか厳しい戦いが続いてるな。ヤマトもこのまま行くと敵の攻撃にさらされることになるので、ちょっと考えものですね。矢作を一旦敵の航空基地の索敵に向かわせましょう。で、いやー、ここで雨か。どうなんだろう。嬉しいような、微妙な状況だな。この雨がどんだけ長く続いてくれるかかな。ヤマトが単艦で敵の戦艦と撃ち合うのは避けたいな。できるだけ早く合流しましょう。で、水雷戦隊はこのまま敵の空母に突貫をかけます。いやー、今回敵の空母が結構粘ってんだよな。なかなか敵の空母を沈められていないっていう現状ですよね。さあ、ヤマトよ、その力を存分に示せ。水雷戦隊が思ったような戦果を上げられていないぞ、今回は。春菜がね、もうちょっと粘ってくれればよかったかなっていう気はしますね。この雨がどんだけ長く降り続いて、くれるんでしょうかというところかな。雨が止んだらもう終わりだからな。さあ、第一艦隊は壊滅しそうだな。ここに敵の空母がひしめいてるからね。おっと、ここで雨が止んだわけだな。じゃあ、まず味方の空母から艦載機出しましょう。
いやー、雨が思ったよりも早かったな。まあしょうがないですね。空母は敵の航空基地の上の方を狙いましょうかね。これでいきます。さあ第一艦隊の方は最後にしっかり魚雷を放ちましょう。さあ敵の艦載機からどこを狙う？ヤマトだよな。わかるよ、ヤマトを狙うよね。そんな気はちょっとしてました。違う、空母だ。違うね、ヤマトだね。いやー、ヤマトが狙われるときついよ。敵の直縁の数もえぐいね、これ。この魚雷の数ですよ、この魚雷の数。これヤマトも機関喪失してるからね。いやー、やられてしまった。捕まってからは早い。この数の航空攻撃を受けるとヤマトはもう見てもらった通りものすごい数の魚雷を受けてましたからね。いやー、ちょっと言葉が出ないですね。次回はもうちょっと投入のタイミング、ヤマト含め各艦隊突入のタイミングをもうちょっと早めにしましょう。今回だいぶ遅くなってしまって、結果的に日没とともに出撃とほぼ変わらないタイミングになってしまったので、そうではなくて夕暮れ時に沖縄に突入して砲撃戦本格的に始まったら日没になるっていうタイミングでね、次回は投入していきたいかなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。